とこです。はい、今日はですね、私の、最近この焼けた小麦肌に合うメイクをしていきたいと思います。ちょっとこの大人っぽいアイメイクと、それなんだけどツヤ感があってヘルシーに見えるようなメイクをしていきたいと思いますので、少しでも参考になったら嬉しいです。日焼けしてない方でも全然もちろん似合うようなメイクだと思いますので、よかったら見てみてください。では早速、スピンになっていきたいと思います。スピンになってきました。というかもうシャワーも浴びちゃいました。で、今はスキンケアと日焼け止めを塗っている状態です。で、日焼け止めはアリーの顔体用っていう普通の色付きではないものを塗っています。はい、でここからメイクをしていこうと思うんですが、今日は別にシャネル縛りっていうわけではないんですけれども、ちょっとシャネルのアイテムが多くなっていて、多分9割ぐらいはシャネルになってしまいます。決してシャネル縛りっていうわけではないんですけど、ほぼシャネル縛りです。はい、まずこのシャネルの乳液兼化粧下地のアイテムを使っていきます。このボトルが可愛くて、こういう風に回すんですよね。回して使うタイプになっています。で、これちょっと手に出してみると、これもったりしてるの分かります？すっごいもったりしているので、ちょっとパール感もあってツヤ感がかなり出ます。化粧下地でもあるんだけど、乳液としても使えるので、美容成分がたっぷりなのでお肌にとってもいいんですね。なのでこれをまず顔全体に塗ります。ちょっと鏡を置いてる位置がかなり下だから、メイクする時にこうすごい下を見なきゃいけなくて難しい。でも高い位置に置くとさ、ちょうど太陽光をこうやって遮るから、ちょっと暗くなってしまうんですよね。こんな感じで肌全体に塗りました。こうちょっともうツヤ感というかパール感が感じられるの分かるかな。私ね、最近ファンデーションを使わないことが多くて、日焼けしすぎて今まで使っていたファンデーションと色が合わないっていうのが、大きなところなんだけど、ファンデーションは使わずコンシーラーでいろいろ隠して、でパウダーとかフェイスカラーをちょっと塗って土台は完成です。コンシーラーは本当にこれはずっと愛用しているデコルテの4色入ってるものなんですけど、ちょっと中身がもう今本当に使ってる感が半端なくて、そこも見えてるし、ちょっとこんな状態でごめんなさい。これが多分女性のリアルだと思うんですけど、これでこのクマの部分にのせます。クマの部分にはこの右上のオレンジ系のカラーをのせて、明るめのお色で鼻の先ちょっとかこの鼻のラインに、ね、のせます。そして小鼻もね、しっかりと隠していきましょう。でこの口のここの口角のライン、まあこんなもんですね、ざっくりこれを伸ばしていきます。パフを使うことが多いんですよね、私。なんか私ね、最近自分の YouTube をちょっと見返してみたんですよ。そしたらなんか特に実家でメイク撮っている動画とかは聞き取りづらいの、自分の喋り方って。喋り方もそうだし、多分声質もそうなのかな。なんかこう歯切れが悪くてボソボソ言っている感じに聞こえるんですよね。あとこれ一人でこうやって家で撮っているとなんか普通に独り言のトーンで喋っちゃうから声が小さいのかな。なんで今日は結構大きめの声で頑張って撮っています。聞き取りやすい？聞き取れてるかな。何名かがね、コメント欄でなんかちょっと聞き取りづらいですみたいなことを書いてくださってたんですけど、確かにこれは聞き取りづらいわと思って、自分の理想との自分がちょっと違って若干ショックでした。こんな感じでパフで伸ばしたら、頬のニキビ跡っていうのかな、これわかる？ニキビ跡とかもちょっと隠したいので、コンシーラーをのせて周りをなじませます。こうスポンジでなじませます。あとは眉毛の上、ここですね、ここもこういう風になぞっておくと立体感が出ていいでしょう。伸ばしましょう。そしてシャネルのフェイスカラーをのせていきます。これすっごいツヤツヤなの。ちょっと今日のテーマはツヤなので、今初めて言ったけど、ほらこんな感じで、おおすごい、ほらピカピカに見えるでしょ。ピカピカをちょっと塗っていきますね。顔全体に塗っちゃってもいいんですけど、まあ、この頬のあたりとか、おでこに塗るとちょっとおでこがあれテカっているかなっていう感じに見えてしまうので、頬の高い位置とか
こうツヤ感を特に出したい部分に広く塗ります。意外とね、この口の周りとかもいいですよ、顎とかね。で、これもパフでなじませましょう。頬がツヤツヤになったよ。やっぱりちょっとナチュラルな感じ、その化粧を頑張りすぎていない感じっていうのを普段のメイクでは出したいので、あえてこのなんかこの感じでやっていきます。で、眉毛なんですけど、この真ん中の色だけ異常になくなりが早い。私が使うとルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクトですね。あの大学生の時はね、私シャネルのペンシルで眉毛描いてたんですよ。その時はまあこれを使ってて、眉毛ペンシルがあって、これで普通にこうやって眉毛を整えます。まず鉛筆削れてないですけど、これでこの眉毛のなんかちょっとまだらになるじゃないですか、どうしても眉毛って生え方的にまだらになっていて気になるところをこうやって、最近はこのちょっとパウダー、ルナソルのパウダーが5色あってすごく使いやすいんですよね。で、この真ん中のお色をまずブラシで取ります。ブラシで取って眉毛全体をなぞります。こうすることによってこう柔らかな印象の眉毛になります。そしてこのスクリューブラシで眉毛を再度整えていきます。上上上横横下ですね。で、あとはちょっと気になるところをこの細い方のブラシで濃いこっちの外側のお色を取って、ここの眉毛がない部分とか仕上げていきます。で、今日はちょっとどっちのアイシャドウを使おうかなって思ったんだけど、ピンク系の、まあ、コーラルオレンジとかコーラルピンク系の384番か、こっちのキラキラ系のゴールド系ですね、747番あるんだけど、なんかどっちも使いたいのよね。どっちも使わない、わないでいこう。ちょっと今日はこっちのゴールド系で攻めたいと思います。これ私手でいつも塗ってんだけどさ、今日はちょっとこのチップで塗ろうかしら。で、私今すごく日焼けをしているじゃないですか。あのメイクさんに教えていただいたんですけど、そういう時ってこう白みが入っている、白みの強いカラーは避けた方がいいって言われました。腫れぼったく見えるんだって。だからアイシャドウとかリップとかはちょっとその白みが感じられる、例えばパステルカラーとか白が多く入っているのは避けた方が無難だと思いますよって言われて、逆にこういうキラキラとかパール系とかゴールドとかそういうカラーはすっごく映えるって言われたので最近よく使うんですよね。この4色あって、まあ、これが締め色なんですけど、若干ね、これがオレンジ系でこれがグレージュっぽい感じで、こっちがもうベージュですね。このオレンジから、オレンジゴールドから使います。全体に塗ります。横幅広めに塗りました。でもこの私はもう2色でいこうかな。こちらの締め色のブラウンを取って二重幅にのせます。二重幅にのせたら結構こんな風に目力がガッと強くなるんですよね。で、ちょっとこっちの左目がグラデーションができていないので、グラデーションしたいのでこう優しくぼかしていきましょう。で、ちょっとやっぱこれも横長を意識して目にのせていきます。こうちょっと伸ばすとき、こう横長意識、横長意識、はい、大人っぽいメイクになると思いますよ。で、さっき塗ったこのオレンジ系のゴールド系のカラーをちょっとまぶた、下まぶたにものせていきますが、あんまりがっつりのせすぎないように細めにのせます。そしてアイラインも引きたいな。これシャネルのペンケース、私の最近の推しはね、ブルー系がやっぱり好きなんだよね。今日はちょっとブルーじゃなくてやっぱり20番かな。56番はこういうカーキ、カーキのお色なんですね。カーキも結構おしゃれになると思うよ。これはアイライナーじゃなくてアイシャドウ、これはすっごい可愛いのでおすすめです。これはね19番の色なんだけど、ちょっとプラスで塗ってみる。上の部分だけちょっとベージュなんですよ。オレンジベージュみたいな色です。かわいい、これかわいいからおすすめ。あ、そうそう、それでアイライン、
アイラインは結局20番に落ち着いてしまいます。20番は本当一番使いやすい、ブラウンです。20番使っていきます。私はいつもインラインを引くので、ここにセットして目閉じてこうやってインラインをいつも引きます。でこのまんまちょっと伸ばします。アイラインちょっと長めに引きますね。そしてビューラーでまつげを上げて、ちょっと最近まつげパーマに行けてないのでビューラーでまつげを上げます。ビューラーはこれマキアージュのものですね。はい、私自分のメイクでやっぱ一番大事っていうか好きなのはまつげなので、まつげを上げるメイクが好きです。なんかゴリゴリにまつげを上げる方が好きなんですよね、単純に好みで。これはもうイニミタブルエクストレムっていう、もう本当に愛用歴10年ぐらい経ちましたのお湯落ちのマスカラです。こう一本一本すごい伸ばしてくれるので、ボリュームはそんなに出ないけど、すごく濃密な長いまつげにしてくれます。そして608番が本当に最近気に入りすぎててずっとこれ使ってるんだけど、頬の内側だけに塗る、ここだけに塗ります。ちょっとここに若干日焼けっぽい感じ、もう日焼けしてるんだけどね。でやっぱり最後というか、やっぱりルナソルの眉毛描きでここを足したい。リップを塗って、これかな、ルージュアリュークラックの87番、うまうまして、最後に私は T ゾーンがすっごくテカるのでフェイスパウダーで仕上げます。これを初めて使うんですよ。大きくて可愛い、見てこんな感じです。チャキーン、シャネルっていうちっちゃくたくさん入ってる、可愛くないですか。ここもこのフェイスパウダーをシャネルのこのブラシで、ちょっと待って、この初めて使ったこのパウダー、すっごいパール感、可愛いけどパール感すごい。これもしかして T ゾーンに塗っちゃダメなやつかも。ちょっと後で押さえよう。可愛いけどね、すっごく可愛い。でメイクは完成しました。なのでちょっと髪の毛を整えていきたいと思います。はい、髪の毛を整えてきました。今日はダイソンのヘアドライヤーのコームをブラシに付け替えて、でちょっとこうブローしながら乾かしたんですね。そしたらこんな風にストーンと内巻きになります。すんごい髪伸びましたね。今伸ばしてるんですけど、もうちょっとだよね、もう鎖骨の下ぐらいまでは伸ばしたいんだけどさ、なかなかここから伸びなくて、肩につくまでも意外と長いですね。でメイクも完成したんですけど、最後の仕上げにこのねシャネルのヘア&ボディオイル、髪にも体にも使えるっていう、これもう振っちゃったからさ分かんないか、これねゴールドのラメがいっぱい入っていて、こうやって振るとよく分かるんだけど、すごいですよね。これ髪にも使えるんですよ。量がね、すっごく多いの。これをこうやって手に出します。ゴールドのラメがすごくこうお上品にキラキラなるんですよ。で、オイルなんだけどとってもサラサラです。デコルテとかにも塗っても、わかる？デコルテがすっごく輝きます。髪の毛にもちょっとつけてみようかな。で、いい香りがします。シャネルらしい上品で華やかな香りが、髪の毛からいい香りがするとなんかいいですよね。あ、でもこれおすすめといっても、これねオンラインブティック限定発売で、今あのオンラインブティック見てみたらもう完売してたので、もしかしたら手に入らないのかな。すごいいいです。これを仕上げに塗って、今日のメイクは完成です。ポイントはやっぱりお肌、ファンデーションあえて使わないで
ちょっとツヤ感も出しつつの肌と目元ですね。このゴールド系で大人っぽい目元です。少しでも参考になったら嬉しいです。本日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それではまたねー。